い、わかりました。はい、いつでもどこでもグリーン。じゃあなんで、じゃあ合ってんじゃん、じゃあ合ってんじゃん今の。合ってるじゃん、合ってるよね、合ってる、うん、合ってる合ってる、いつでもどこでもグリーン。絶対バカにしてるよね。うれしいです、うれしいです。今日、今日は、はい、僕と、はいはいはい、イエローと、はい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 、ちょっと同時に、はいはいはい、動画を撮ってるんですけど、えええええええ、なんと、ええ、4000人、ええ、チャンネル登録、ええ、突破しました。よし、4000人、素晴らしいですね。4ですよ。ようやく、ようやくですか。ちょっと長かったんじゃないですか。長いですよね。まあそれなりにね、暴れてるつもりではありますけど、まあでも4000人のね、日本中ですか、わ、うん、からないですけど、うん、いるって考えると、まあ、不思議なもんですね。そうね、ちょっと感慨深いですね。ね、で今日なんでこの動画を撮ってるかって言ったら、はいはい、4000人突破したんで、はいはいはい、なんと、はい、オフ会やっちゃいます。なんだってやるんかい。オフ会やっちゃいます。やるんかい。よか、あのやるんかい。どっちなんだ。やりますよ。やるんすか。やりますよ。やるんすか。視聴者の皆さんに、はいはいはい、まあちょっと、まあ日時、今これから言いますけど、はいはいはい、ちょっとね、参加希望を、はい、ちょっと募って、はあ、レンジャーと、はいはい、視聴者の皆さんと、はいはいはい、ちょっとお酒を飲みながら、はいはい、ちょっと交流会をしたいなと。はいはいはい、会いたいかな。いや、いや、イエローファンは結構多いよ。いやいや、まあいいですよ。なんかね、うん、うん、まあ、いろいろ言われそうですけど、うんうん、まあ、それも含めてね、そう、ちょっとイエローさみたいなのも含めて、はい、ちょっとオフ会をやりたいなと。ああ、なるほど、思ってますよ。場所は、場所は、はい、ちょっとイエローのお店で。なんだって。いや、知ってたでしょ。知ってたじゃん。そう、イエローのお店、あの東京都、はい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 、大田区、はいはいはい、大森駅、はいはい、徒歩3分、はいはいはい、なんですけど、はいはい、まあちょっとこれもうお店の説明は、はい、ちょっと概要欄で、はい、ちょっとやります。はい、はしょります。はい、はい、概要欄で見てもらって、はい、まあ遠い人もできればね、はい、来ていただきたいと。で、日時を、日時ね、これちょっと重要ですよ。はいはい、来れるか来れないか皆さんね、はい、予定とかあるんでね、はいはい、3月、はい、2ヶ月先です。早くねっていうね。絶対休めます。3月の24日です。24、日曜日。日曜日。時間は、はい、ちょっと早めに始めて、早めに終われば、はい、遠い、ね、遠い人も来てくれるんじゃないかと、はい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 、思って、はい、6時から、はい、なんと、はい、3時間。3時間。長めー。長めー。6時から9時まで。長めー。ちょっとやろうかなと。18時、21時です、ね。21時。はいはい。ね、まあ、ちょっと会費とかも全部概要欄載せます。はいはい、はい、何やります。なんかちょっと楽しくやりたいですよね。まあなんかね、まあ、一応僕とブルーのお店なんですけど、そうそうそう、まあ、レンジャーにちなんでか気づいたらうちにはパターマットがあるんですよね。おーおーおーおお、ってことで、まあなんかちょっとミニゲーム入れつつ、あ、そしたらあれだね、景品もつけますよ。景品も、あ、いい、みんなでなんか例えば、まあちょっとどうなるかわかんないけど、はいはい、チーム戦にしたりとか、はい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 、最新のドライバーとかも、まあ、最新のドライバー、そんな会費集めねえから、まあ本当簡単な景品、はい、はいはい、ちょっとね、はいはい、ミニゲームして、はい、景品ももらえますよみたいな、あ、そんな感じでやりたいですね。なるほど、行きましょう。店が壊れない程度に皆さん楽しんでいただければはい、それで OK です。で、はい、なんでこのグリーンオンでこれ、はい、まあ、予約を募ったかというと、はい、僕のチャンネルそんな視聴数いってないんですよ。なんだって、なんだってじゃねえし。ちなみにここ見てなかったっすからね、グリーンオン。見て見てまし、まあ、YouTube レディオですから、やっぱりこうこういう感じでこう入ってくる感じで寝てるよね。いやいやいや、ちゃんとこう耳で、あれラジオね、この間見てなかったんですよ、はいはい、あれ、そんな回ありましたみたいな。いやいや、いや見てましたよ、ちゃんと。まあそうなんですけど、はい、まあすごいグリーンを見てくれてる人は、うん、結構やっぱりレンジャーのことが好きな人なんじゃないかなと僕は思うんですよ。うん、なるほど、うん、で、なのでここが先行予約です、うん、の一段目という。そう、なので、はいはい、人数限りあるのが30名さん、30名様で、ちょっとキャパ的にね。そうなんです、うちの店は30名が限界でございます。すいません。なので、はい、30名限定なんですけど、はい、このグリーンオンが先行予約で、はい、先着順です。なるほど、要はグリーンオンを見ているそのレンジャーの中でも、はい、まあ、コアなコアな、そう、ちょっとコア中のコアな、そう、
をちょっと一回あ、ね、集めさせてもらって、はいはい、まあ、それでも人数まだ余裕あるよっていうところだったらちょっとレンジャーでまた動画を上げてなるほどやろうかなと。なるほど、先着順です。先着順です。先着です、はい、早いもん勝ちということです ね分かりますね。それはね大丈夫ですね、うん、なので、参加希望の方はコメント欄に参加希望と書いてもらって、はい、でまあ、それに対して僕たちが返信をすると、はいはい、じゃあよろしくお願いしますみたいな形で、はい、ちょっと募集を募っていこうかなと。なるほど、思います。この見てるコアな方たち、まあ僕と同じ状態、はい、って感じで聞いてる方もいらっしゃるかもしれないですけどうんみたいな、コアと判断します。はい、コアな方とか見てねえか、見てますけど、もう新ルールの改定のあれの回とかもバッチリ見てましたし、いやいや、もう本当にね、そうそうっていう感じで見てましたから寝てるじゃん。いや、聞く YouTube 新しいですかね、斬新だと思いますよ、ね、たまにあるからね、見ない、画面見ないと分かんねえじゃんっていう回もあるから、ね、ああ、そんなんありましたっけね。そう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 、はい、クラブのセッティングとかさ、見たくなっちゃうから、ね、確かに聞いてるだけで、はいはい、そうですね、っていうのもありましたけど、はい、まあ、はい、それは置いといて、はい、4000人突破記念、はい、オフ会、はい、4000人中の30人ってことですね、まあ、大まかに言えばですね。そう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 、でその中でもな、この何ですかのコアのバカにコアのところの30名。そうそうそうですね。だからもう完全レンジャーファンだからね、俺を知ってるってことはやっぱり、はいはいはい、グリーンを知ってるってことはレンジャーのかなりファンだと思う、まあ、レンジャーのグリーンがなんかちょっと薄いみたいな、そんな言い方だってね、あんまり出てないし、いやいやいや、持ってるんですよ、持ってるんですよ、皆さん最近今上がってる動画がレッドとね、イエローのさ、はいはい、グランドじゃない、はいはい、結構内容ひどいじゃない、あれよりはまあうまくゴルフできるかなとは思いますよね、やっぱね。いやいやいや、やんだね、いくつでしたっけ、94でしょ、あ、ベスト、ベスト、ベスト94です94出したからね、ピピ言うねスコアじゃないっすよ正直。いやんで言ったって、まあ、僕チートって思われるかもしれないですけど、やっぱお金使ってレッスン受けますから、うん、僕はもう一皮どころじゃないです、向けるのが。いや、チートではない、レッスン受けるのはチートではないけども、はいはいはい、まあ、今我流で言ったよって、そう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 、はいはいはい、で、いや、なんか結構なんか言われるんですよ、いやー、グリーンには負けないっすよって、ね、うん、ね、でやりますよ、やります。あ、そういえば、けどずっとイエローとは回ってないよね。いやー、でもだってあの最初のそう、うん、レンジャー解説した時のラウンド以来ですね、うん、もうイエローに負けたことないですもんね、俺ね。まあまあまあ避けてた部分ありますけどはいはいはい、やっちゃいます。え、どっちが上手いかちょっとガチで。いや、上手います。いや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 、もうこれはね、あの多分今年の多分レンジャーの主流になるかもしれないですけど、内戦です。いやもうね、いやいやいや、はい、これちょっとイエローに負けた俺ゴルフ引退するもん。いやそれでグリーンやめれないからね。毎週日曜日やらないといけないです。それだけ、そうだゴルフもやってないのにゴルフのことをこうやってやりながら、ああ、ベラベラ言わないといけないですから。いやマジちょっとイエローには負けられない。やろうか。やりますか。じゃあ やります。いや、いいっすよ、こっちは。こっちは全然整えてきますから。あのね、いや本当こうやってね、噛みついてくる人が多いんですよ本当に。下手だからっつってね、こう足元見てくるんですよね。そこをね、こうバーンっつって、いやいやいや、まあまあまあ、バーンっつってよけてバーンってなるから、ね、いやいや、それやってみないと分かんないんで。いや、もうこれ勝負します。行きましょう。イエローと勝負します。行きましょう。いや、ちょっと話趣旨変わりましたけど全然ね、はい、確かに対戦も入ります。対戦入ります、はい、いや、だって今年はじゃないね、去年はトシミンも入って、うん、ね、そうね、まあ、ちょっとこうなんていうんですか、そのゴルフのその上手さっていうベース自体がこう上がったわけじゃないですか、レンジャー自体のね。そう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 。で、ここはやっぱ下級選手というか確かに90代でええとかやってるあのレベルですから。いや、ちなみに動画で100切ってない。あ、切ったか。切ってる。切ってんのか。そうだよ。あ、そうか、そう、俺切ってないんだよ。そうだよ。だから、いや、僕はもう本当にちょっと細かいこと言いますけど、撮影で撮ってない94っていうのは、まあ、正直ずるいそうね、うん、そうね、正直ずるい、うん、カメラに対するプレッシャー、そういうのもなしに、ね、やっぱり撮影はすごい難しいですよね。そうなんです、大変なの。そうなんです、そうなんです。だけども、じゃあそこでそれを踏まえて動画をちゃんと収めた状態で勝負っていうのはまあフラットでしょ。いや、もうフラットですよ、フラットです。いやいや、もうすごいフラットです。やろう、やりましょうこれ、それもやります、やります。これあれね、4000人だから本当はあれよね、オフ会の方がメインだから。オフ会できたらそっちなんだよ。まあこれでその今年中にはこの年内のレンジャーのパワーバランスみたいなのが決まるわけですね。
そうだね。うわ勝ちてー勝ちてー、マジ勝ちてー。やっぱさ上はさレッドブル、はいはいね、はい、いいわけじゃない。でトシミンも多分そこに食い込んでくるんですよ。むしろトシミンが一番いいかもしれない、ね、あそう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 、うん、まあ、そこはそこではっきりしてもらって、その雲の上の方で戦ってもらって、下の、ね、地上で僕レベル低いいやちょっと脱線しちゃいましたけど、はい、3月20オフ会ね、4000人記念のオフ会、はいはい、限定30名で3月24日、はい、18時から9時まで、はい、ちょっとオフ会をやるんで、はい、よかったら皆さん、はい、皆さんね、もうぜひよろしくお願いします。お酒飲みながらワイワイやりたいよね、はい、やね、ちょっと汚い店ですけど、いやいやいや綺麗ですよ、ね、言うこと、いやもう本当にぜひ参加希望と書いてコメントいただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。こんな感じでよろしくお願いします。じゃあ倒すんで、とりあえず。いやいやうちのセリフ。まあ、それ戻ります。そっちの方が気になるんで、僕は。はい。倒します。先行予約なんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、告知していきますか。お待ちしてます。終わりがないんだよね、いつも。終わりがない。終わりがない。終わりがむ。じゃあ、なんか、あこの動画が少しでも面白いと思っていただけた方は受ければ